皆さんどうも、クリエイティブモードのゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。前々回の動画で、たくさんのアドバイスをいただき、本当にありがとうございました。クリエイティブモードは建築練習にいいと、視聴者さんが教えてくれたんだよな。そう、これ知らなかったんだけど、このモードだと資材が無限に使えるから、ずっと建築練習ができるのよね。他にも、コントローラーの感度とか色々アドバイスをいただき、ここで練習していたよ。おい、今は何してるんだ？コントローラーの X の感度を確かめてるよ。ちょっと高めに変えてみたりしたんだけど、実戦で全然エイムが合わなくなっちゃったので、結局 0.5 に戻したんだけどね。他にも、建築感度を上げたり、即時建築をオンにしたり、建築しやすくなる細かい設定を教えていただきました。これは、今練習してる垂直建築だよ。壁階段の構造だな。でも私、何時間も練習したんだけど、壊滅的に操作が下手くそだったので、まだまだ修行が必要だわ。霊夢が建築上手くなるのにはまだ時間がかかるかもしれんが、気長に待ってやってくれなんだぜ。私、白霊霊夢、ディテールロー出身の、普通の女の子。いきなり何キャラだよ。少しだけ家を回ってたら、いい装備が揃ったので、あまり戦わずに、アンチに移動することにしました。確かに結構豪華だな。アサルトはないけど。そこは、レジェンドの P90 で代用するわ。長距離には、スナイパーライフルがあるからね。さて、そろそろアンチに到着するな。この辺に敵はいるかしらね。視界が広くなってきたからな。あ、そこから敵がやってきたわね。まずはスナイパーライフルを当てる。おお、当たった。ここでアサルト代わりの P90 よ。おお、ナイスキル。結局スナイパーライフルだけどな。うっほー、ヘビスナーんじゃん。一瞬で捨てられるボルトアクション。君はもう十分仕事したさ。かわいそうなボルトアクション。てか、ここにエピックのバーストアサルトもあるじゃん。アサルトは唯一かけてたから、これはかなりいい感じだな。ま、P90 でも意外といけてたけどな。とにかくこれで、かなりお気に入りのアイテムが揃ったわ。あ、そうだ、武器の順番入れ替えないと。これで OK か。いや、ここはこうだわ。お、なんか微妙な変化があったみたいだな。今までは、左から、ショットガン、SMG、アサルト、SR にしてたんだけど、ショットガンと SMG の順番を入れ替えたよ。それ、そこまで意味あるのかな？これも視聴者さんが教えてくれたんだけど、これが結構重要なのよ。近距離戦になった時、右手でショットガンを打ち、左手ですかさず SMG に切り替えることで、ショットガン SMG コンボが決めやすくなるのよ。なるほどな、細かいけど重要そうだな。あ、飛行機だ。どうやら、誰かに攻撃しているみたいね。お、パイロットが降りたな。そこで戦闘が始まるかもしれないわ。念のため、遠回りして、湖の外を回っていくわ。まあ、先に相手を見つけられたのはいいことだな。お、あそこにレジェンドの何かが。プレゼントか、いいなぁ、欲しいけど、あれを取ってる余裕はないわね。それに、プレゼントはいいアイテムが入ってるけど、使えばめっちゃ目立っちゃうからな。今は装備も充実してるし、いらないわ。おお、向こうで戦ってるみたいだな。ロケランの音が鳴り響いてるわね。近くに飛行機も飛んでるし、急に戦闘っぽくなってきたな。あ、バルーンで飛んでる人がもう一人、バルーン同士で喧嘩してるのね。バルーン流行ってるのかな。ま、ここは高みの見物をさせてもらうわ。ああやって戦ってる以上、こっちに目を向けることはないだろうからね。こっちはヘビ砂持ってるもんね。でも、なかなか決着つかないみたいだな。お互いバルーンで飛んでるから、攻撃が当たりにくいのかな。なんか、二人ともアンチの方に向かいながら戦ってて面白いわね。霊夢もちゃんとストームは注意しないとな。それに、あっちの方にも、いた、敵だ。あの敵もアンチの方に向かってるな。こっちには気づきにくいはずよ。後ろから追いかけるわ。プレイグラウンドで練習したから、単純な建築はできるもんね。成長が遅すぎるだろ。遅咲きなんです。さて、さっきの敵はどこに行った？あ、いたな。ふっふ、背中を見せたわね。おい、ひどいじゃないか。後ろのハムスターにも弾当たってたでしょ。あ、出たよハミレス。いきなり喋り出すからな。ごめんねハミちゃん。それに、僕覚えてるんだからね。パート24で、僕の代わりに、よくわかんない犬を背負ってたでしょ。それは、バトルパスで新しいものをもらえると、つい使いたくなっちゃうもんで。まったく、しっかり頼むよもう。意外とやきもち焼きなペットだな。さて、今の敵から、レジェンドのサイレンサー付きアサルトも拾えたわ。装備はかなり充実していると言えるな。さっき風船で戦ってた人たちはもう終わったかな。一応そっちの方をチェックしながらアンチに向かうわ。うわ、まだ風船ついたままやり合ってるな。かなり長い戦いになってるようね。一人がストームに巻き込まれてるぞ。これは、結構体力削れてるはずね。アンチについて落ち着いたところで、漁夫乗りできるかもしれないわ。あの風船の二人が、ずっと戦ってくれたらいいんだけど。いやー、そううまくいくかな。とにかく、残り9人だぜ。アンチも狭くなってきたから、いつ敵が出てくるかわからん。気をつけるんだぜ、霊夢。
お、あの紫風船は無事ストームから抜け出せたようね。なんかずっと風船つけてるのかわいいな。で、黄緑風船もまだいるじゃないの。どんだけ喧嘩長引いてんだよ。アンチが出生した後も、まだ戦ってるな。お互い風船の意地をかけて戦ってるのね。まあ、私にとっては好都合なんだけども。さて、左から敵が来てないことをチェックして、あの二人の戦いを最後まで見届けるわよ。本当にずーっと戦ってんな、あの二人。さて、勝つのは黄緑か、紫か。お、紫が勝ったみたいだな。はい、お疲れ様でしたー。これはひどい。むむ、あそこの矢倉の後ろ、スナイパーがいるわね。なんか、怪しいと思ったんだよ。別の方向を見てたから、まだこっちの存在には気づいてないはずだぜ。もう一回、さっきみたいに体を出してくれないかな。スナイパーは、別のスナイパーにとっては格好の的だからな。先に気づいたから、こっちに部があるわよ。よし、これはもらったな。うおー、外した。ああ、やっちまったな。わずかに耳だったか、気を破壊しちゃったぜ。さすがにもう次のチャンスは来ないかな。狙撃したのは明らかにバレてるからな。でも相手がスコープ見てた場合、方向までは特定できてない可能性が高いわ。お、今度はそっちから出てくるか。来た、今度こそ決める。よし、150ダメージ入ったわ。近づいてとどめを刺しに行くわよ。倒せこそしなかったが、致命傷を与えたからな。わ、あっぶな。びっくりしたな、後ろから別のスナイパーが狙ってる。スナイパーを狙うスナイパーを狙うスナイパーだな。終盤になるとみんな SR 持ってるわね。適当に建築しながら進まないと。まずは、そこにいる敵を倒すわよ。後ろからもう撃たれてるが、仕方ないか。わー出てきた。でもすぐ壁で防がれたな。悪あがきを。そっちの体力はわずかのはずだ。少し強気に行くわよ。霊夢急接近、B90 に切り替え乱射。よし、ノーダメージで倒せたわ。金スなどロップしたけど、交換してるとまた狙われるわ。ストームも迫ってきたし、諦めるんだな。ごくり。残り3人になったわね。さっき霊夢を狙ってきたスナイパーと、もう一人か。どこにいるか、まだ全然わからないわ。アンチもまだ結構広いしな。次のアンチを見て移動を考えよう。おお、結構狭くなるな。高い丘にかかってるわね。あの丘の上を取れれば、かなり有利になるはずよ。でも、あの丘、どうやって登るんだ。ちょうど、そこに飛行機があるわ。あれに乗って上を目指しましょう。普段はあんまり使わないんだけどね。こういう時には、飛行機便利かもな。さっきこの辺から撃たれたから若干心配だけど、パッと見誰もいない感じだから大丈夫かな。霊夢、飛行機をひっくり返し登場。わあ、また後ろから撃たれた。マジか、結局どこにいるのかわからなかったな。さっきから謎のスナイパーにめっちゃ狙われてるわ。後ろに一人、もう一人は上から探せるかな。とても静かね。でも、あの丘のてっぺんには誰もいないみたいね。私が丘の上に陣取ってやるわ。ありがとう飛行機、さようなら。飛行機は乗り捨てれるのがいいよな。って、なんでまだ建築下手なんだよ。落ち着け、落ち着くんだ。まだ敵は来ないはず。冷静に、私の小屋を作るわよ。いや、霊夢、よく聞くんだ。足音、誰か近くに来たわね。タイミングを見て外に出たいところ。な、後ろから撃たれてる。そっちだったか。撃たれた、とりあえず適当建築よ。相手を閉じ込めれたか。いや、上から出てきた。落ち着いてショットガン当てるんだぜ。よし、建築バトルにならなくて、意外と楽に倒せたわ。これで、残る敵はあと一人だな。私はアンチ内で最も高い位置にいるから、相手を見つけたら有利に戦えるわ。念のため、ポータブル裂け目も持っておこう。さあ、どこにいるの？出てきなさい。え、マジでどこにいるかわからないんだけど。とりあえずアンチ的に降りるしかないんだけど。ほんと、どこにいるんだ？さっき私たちを狙ってきたスナイパーかな。結局その人も場所はわからなかったもんね。うわぁ、ここまで相手の場所がわからないって、なんかすっげー不気味だな。え、マジでどこ？この木の裏とか？いや、普通に裏を見て確認すればいいか。ダメだ、本当にどこにいるかわかんない。隠れる場所はほぼないはずなんだが。な、撃たれた、どこから？しかもスナイパーライフルだ、痛いなこや。あぁ、ブッシュだったか。いきなり動き出したブッシュ。うおぉ、暇から攻撃。やったー。
いやー、最後の敵はブッシュだったか、全く気づかなかったな。スナイパー当てられた時は焦ったけど、なんとかなったわ。やっとまたビクロイ取れたな。ま、結局今回も SR ばっか使ってる試合だったけどな。建築はまだまだだけど、だんだん建築への恐怖心は減ってきたわ。これからもっと練習したいわね。ということで、最後までご視聴ありがとな。チャンネル登録なども、良ければよろしくなんだぜ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。